ます。誕生日だからね、すごいステージイベントもたくさんお祝いしてもらって、もうお家です。お家に帰ってきました。ありがとうございます。本当に。まあ、国蔵さん、ケーキありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい、お誕生日おめでとうっていっぱい言ってくださって。はい、続き記録のうちのありがとう、全然嬉しいです。ありがとうございます。何かの自己紹介くせに本当嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。17歳になりました。嬉しいことに17歳になりましたね。セブンティーンですよ。セブンティーン、うん、セブンティーン、もう早くないですか。もうあと1年経ったら成人だし、であと3年経ったらお酒を飲めます。早いですね。もう高校2年生、わー早いですね。凛花の誕生日まだまだだと思ったらもう来た、早っ。もう8月だよ、早くない？早くない？大丈夫？早くない？物販で生写真購入したらなんとなんと凛花のサイズ、本当嬉しい。今日行けなくても全然です。今日はね Vlog を頑張って挑戦して撮ってみたので、それをいい感じに編集できたらしたいなって思ってます。だけどちょっと頑張りますね。ちょっと これ一番無理だね。本当悲しい。それは大丈夫だ、ありがとう。わあ、ソーシュさん、ケーキありがとうございます。お誕生日です。今日一日もリンカちゃんに会って、今日一日リンカちゃんに会ってからあっという間ね、あっという間だったよ。なんか今日めっちゃ一日あっという間に終わっちゃった。みんなとお話ししてたらあっという間に終わっちゃいました。だからもうやり残したことはないですね。でも幸せですね、誕生日は。とっても可愛い、ありがとう。あれ、18枚目シングルの個別の握手会もあるので、ぜひ来てください。誕生日じゃなくても来てください。誕生日じゃなくても来てください。誕生日おめありがとうございます。人生で何番目に最高の誕生日だった？一番目かな、一番目ぐらい。本当に一番目かな。でも一番は生まれてきた瞬間が最高の誕生日じゃないですか。17年前の生まれてきた私の日が、その日が最高の誕生日で、その次ぐらいかな、2番目に最高の誕生日でした。1番目は今オンギャーって生まれた私です。TikTok とかインスタとかにも載せてるので
そう載せてるので見てください。ハッピーバースデーの感じです。9時までなので、マジレンダーとななきちゃんとはまあたくさんではないけど、まあまあ話せました。誕生日おめでとう、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。皆さんがたくさん来てくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。生誕祭も8月25日にありますので。ね、ゆいなの初ヘアアレンジ。可愛かったです。携帯の充電切れて友達の中とかれた、いいです、いいちゃんありがとう。私リンカちゃんセンター売り出したら買いますね。そんなのありがとう、嬉しい、ね、ファンの方がリンカちゃん誕生日って言って前真ん中にしてくれたので、そんないいのにと思ったんですよ。別に私の主催、私がメインのさステージじゃないから、いいんですいいんですってなったんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。ショールームできないかなと思ったんですけど、頑張って時間を見つけてショールーム始めました。ありがとうございます。はい、ありがとう。あー、カモメライナーさん元気ありがとうございます。嬉しい、ケーキありがとうございます。おしゃべり会です。そう、スピード速すぎてなんかありがとうございますしか言えなくて、おしゃべり会の方がゆっくり話せるからなんかいいなって思いました。私は同じく、そうだよね、早すぎるんよ。受付もうしてるので、18枚目シングルたくさん来てくれたら嬉しいです。現地でお会いできてよかったです。これからし、気をつけて帰ってください。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。皆さん本当にたくさんお会いして、まとめ出しあんな感じと思ってなかったけん、まとめ出し、そう、まとめ出しはね、お話し会プラスハイタッチみたいな感じになるので、シングルは個別ハイタッチ、そう、個別ハイタッチ会だから、マシが見ながら見てる、マシが見てください、ぜひ。部数前回より増えた、前回と一緒だと思います。ごめんなさい、部数多くて人来ないよりは部数少なくていっぱい人来てくれた方が私的には嬉しいので大丈夫です。みんかちゃんの個別配達会もしもね、嬉しい、いっぱい来てほしい。みんかの配達会本当に最高、最高に楽しかった、ありがとう。私も最高に楽しかったです、最高に楽しかった。今日はもう爆睡できそうです。たくさんみんなと
話ししてたくさんおめでとうをもらったので爆睡します。皆さんもゆっくり休んでください。今日は楽しかったよね。私も楽しかったですね。来年2月の予定まで決まってるっていうことです。個別ハイタッチのね。そう、ライブでもたくさんお会いしてもらえてよかったです。本当にステージイベントでねたくさんお会いしてもらって、すいませんって感じですもん。今日の失敗は生誕 T シャツ。ああ、全然全然生誕 T シャツ着てこなくても全然気持ちだけで嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとね、全然酸っぱかったけど全然我慢できました。我慢できるっていうか普通になんかレモンの酸っぱい版みたいな、もっとフ次のシングルかね。完売とか1回しかなったことないんで完売目指したいけど、まあ大丈夫ですよ。皆さんが会いに来てくれるだけで嬉しいので。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。みんな倒れる中ど真ん中で立ち尽くす姿というかちょっとね正直者なので。もうちょっとなんか過激な罰ゲームがしてみたいですね。私が倒れるような。みんないっぱい大喜利したかった。大喜利ねしたくなかった。私大喜利できないんですよ。大喜利できないの。あ、虫無理です。虫マジで無理です。なんかさっき家の廊下にヤモリみたいなのがいてちょろちょろちょろって歩いてて、めっちゃ気持ち悪いって言ったらなんで可愛かったんだけど、ちょっとこっちに向かってきてちょっとやばかったです。酸っぱいの好きです。まあでもまあ可愛いけどって感じ。博多の香り食べたかった。なんか今回全然ケータリング食べれなくて、なんかチーズケーキ食べたかったんですけど食べようとしたらもうなくなってて売り切れてて見れなくて、だからね見たかったけど食べたかった。わー、ハートありがとう。ありがとう、パズドラの武田さん、ありがとうございます。今日もいっぱい来てくれてありがとうございました。嬉しいです。うん、ウインナー食べたい。今ウインナーが好きです。私アイライブのお見送りで生誕 T 来ていったら、あ、生誕 T 来てくれてたら話しかけるでしょ、そりゃ。ありがとう。スーパー行ったらあるんだけどね、ちょっとね大きすぎるんだよね博多の香り。
ちょっとちっちゃいのがねないの今私の近くのスーパー。どのルート歩くかフリーです。だからちょっと行けないとこもあったかもなんですけど、ごめんなさい、ごめんね。消しちゃった。あと8分ぐらいで終わりたいと思います。明太子味っていうのがめっちゃ気になってて、明太子味が食べたい。食べたいです明太子味。なんか夜ご飯はね、昨日ね前夜祭みたいな感じにしたから、夜ご飯は家でゆっくり食べます。ありがとうね。もうまだ生まれてないんですけどね、本当私28日はまだ生まれてないです今。夜の11時ぐらいに生まれたらしいんで、まだ生まれてないですね。今多分今頃の私は今多分ママが苦しんでる時じゃないですかね。そう、生まれてないんです実は。だからマジで29日のギリギリだったってこと。でも7月28でよかったなって思いますね。7月28覚えやすいしね。そうだからまだ生まれてないのだけど、まあいいよねっていう。みんなそんな感じでしょ。配信近い時めっちゃ手振ってくれる明るい映画のリンクだね。本当嬉しい。なんかね今ね母子手帳とかはないのねこっちに。そうだから、まあ、正確な時間は多分覚えてないんだけど、母子手帳がないから。そうだから分かんないんですけど、ありがとうございます。ありがとう、みんないっぱい。そう、TikTok 頑張ってあげてるんで見てください。はんちゃんとのやつが全然ダメダメ、全然伸びてないので伸ばしてほしいのと、誕生日のやつも伸ばしてほしいです。あまりんか何歳なの？わかんない。TikTok 見てください。 TikTok マジで頑張ってほぼ毎日投稿してるので、今のところ1日上げなかっただけなんですけど、それ以外ずっと上げてるので私も頑張ってます。ゆうちゃん TikTok 中毒ってある？本当？ある？ありきたりじゃない？めっちゃなんか今日も撮ったので、いつか明日は何あげようかなって迷い中です。だから毎日楽しみにしててくれてたらなって思います。そうマジで TikTok とはインスタマジで見てほしいです。フォローしてない、フォローしててください、いっぱいいっぱいフォローしてくださいってないけどね。そうですね、ありがとうクマ。 TikTok のリンクちゃんほんと嬉しい。TikTok 向いてると思う。嬉しい。だけどね全然ね伸びないの。伸びる方法教えて誰か。
こういう努力を続けていきたいと思います。私は毎日頑張って投稿するという努力を続けていきたいと思います。ということで、皆さん男女読みしたいと思います。13位ゆうたさん、ありがとうございます。12位ほほえみポップコーンさん、ありがとうございます。11位ちんよなぐさん、ありがとうございます。10位こうきさん、ありがとうございます。9位前田まーさん、ありがとうございます。8位りょうださん、ありがとうございます。7位ごはんまんさん、ありがとうございます。6位フォークピグさん、ボックスピグさん、ありがとうございます。5位ケンちゃんのピンさん、ありがとうございます。4位国蔵さん、ありがとうございます。3位カモメライナーさん、ありがとうございます。2位ソシさん、ありがとうございます。1位パチャツラの武田さん、ありがとうございます。ちょっと30分だけだったんですけど、30分もないぐらいかな、30分ぐらいだけだったんですけど、みんなからお誕生日おめでとうが言えたので、言ってくださったのがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。これ17歳の 私もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。